卵の氾濫。たくさんの卵を部屋に集めた。いろんな色や形や大きさの卵たち。ただし、どうやって集めたのか記憶にない。もらったか、拾ったか、盗んだか、あるいは戦って奪ったのかも。まさか産んだということはなかろう。断言できるほどの自信はないが。とにかく部屋には卵が氾濫していた。寝る場所どころか足の踏み場もない。それでも卵を捨てる気にはなれない。またそういう形をしているのが卵なのだ。とりあえず温めた方が良さそうだ。とりあえず卵なのだから。それでありったけの布団や衣類を出して、床一面の卵たちの上に厚くかぶせた。さて、どこに寝ようか。そのように悩む前に異変に気づく。かぶせた布団や衣類のあちこちがもこもこ動く。早い。早すぎる。もう帰った卵があるのだ。大きな醜いカエルがぴょんと跳ねた。毒々しい色のトカゲが壁を這う。布団を引き裂いたのは大きなゾウガメ。ヒヨコの鳴き声も聞こえる。さらには天井からぶら下がるコウモリ。はて、あれは哺乳類では？水面から魚が跳ねた。誰だ部屋に水を溜めたのは。ふくらはぎに噛みついたのは毒じゃかも。害虫も飛んでるし。何なんだ、どうしろというのだ。話が違う。何も聞いてないぞ。突然の暗転と痛み。誰だ俺の頭をかじるやつは。ワニか、まさか恐竜。そろそろ疲れた。もう卵の殻の中に入らせてもらおうかな。